はい、どうも皆さん、こんにちは、ミサでーす。ういうい。ということで、本日はですね、サプライズスペシャルガチャチケットということで、本日ね、急にサプライズで、文字通りやってまいりました。サプチケが来たんですが、今回、まあ、次の古戦場に備えて取った方がいいなって思うキャラクターの紹介と、俺はそれを差し置いて、絶対、取りたかったキャラがいるサプチケ、まあそのあたりについて、語っていきたいと思います。俺が取りたいキャラクター、皆さん予想しておいてください。非属性ではありません。はい、割と新しめなキャラです。はい、結構これはね、抑えておいて損ないキャラだと思います。で、まあ、次の古戦場で使えそうな非属性キャラクターについてなんだけど、工場キャラクターで言うと、アンスリア、ゼタ、アテナあたりは、まあ、持ってて損はないかなっていう感じのキャラクターかもしれない。ゼタは古戦場のお肉集めとかでも使える可能性があるタイプかな。クリ発動時ダメ上限アップ、トリプルアタック発動時に非属性追撃効果っていうことで、まああの単発火力が高いタイプだな。で、攻撃大幅アップ持ってて、1アビ、2アビ、3アビ、4アビ、どん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 みたいな、まあそんな感じの動き方ができる。どちらかというと手動寄りの構成手動寄りのアビリティ構成をしているキャラクターだね。攻撃大幅アップでぶん殴れますよっていうのが、魅力的なキャラクター。最終上限解放も実装されてます。はい、でもう一人アンスリア、これはフルオート特化のキャラクターだね。まあ、あの攻撃を回避して、回避した状況によって、まあ、どんどんパワーが上がっていくよっていうキャラクターだな。まあ、こちらは、古戦場の高難易度フルオートとかだとよく使われるキャラクターで、特にサイレントタップ、2アビ1ポチ型フルオートとかは結構使われてる。サイレントタップ中は回避成功で味方全体の HP を回復するよ、プラス防御アップ累積があるよっていうことで、回避成功で全体の HP 回復しながら防御を上げて体力を高めに保っていく。このキャラクター1人いるだけでフルオートの安定感が上がるよっていうタイプ。古戦場の150ヘル、100ヘル、200ヘル、まあ、そのあたりを攻略したいなって思ってる人はアンスリア抑えておいて損はないタイプです。特に初心者におすすめですね。で、もう一人アテナ、こちらの方は最近実装されたカインですね。クリスマスカインを持ってない人には特におすすめになってるかな。まあ、アテナはフルオート、主にフルオートで使われるキャラクターなんだけど、最終上限解放されたことによってディスペルガード効果ってのがついてんだよね。このディスペルガード、古戦場って大体ディスペルしてくるからめちゃくちゃきつい。大体ね、そのディスペルがめちゃくちゃきついこと多いんだけど、特にあのこれアンスリアの防御アップ累積とかも多分消えちゃう。ディスペル食らったらね。だからディスペルガードを結構用意しておかなきゃいけないんだけど、まあそのあたりを綺麗に持ってくれてるのがアテナだったりもするかな。まああの割と筆頭、フルオートだったら筆頭になっちゃうかもしれんね、アテナ。まああのただ敵の攻撃のターゲットになった場合、女神の怒りレベルが上昇するっていう効果があって、これが結構肝になってんだよね。攻撃行動のターゲットになるか否かって、敵が通常攻撃何体対象なのかによっても変わってくるので、まあそのあたりは正直分からん。古戦場のボスが3体対象、4体対象、通常攻撃が4人に対象します、3人に対象しますってなればなるほど、この守護の戦女神の効果が上がりやすくなってて、強い。逆に1人に対象してシングルアタックしかしませんみたいな一撃特化型の、ボスが出てきた場合、このアテナっていうのは使いづらくなってくる。なんでかっていうと、女神の怒りレベルが溜まりづらくなるからっていうような、仕様になってますね。ただし、まあ、あの古戦場を想定するとディスペルガードっていうのがめちゃくちゃ優秀なので、まあ、そのあたりで使う可能性は高いかなっていうような、まあ、そんな感じのキャラクターですね。はい、奥義効果のブロック効果も嬉しい。フルオートだと使うっていう非属性の向上キャラクターで言うと特に優秀だよ、おすすめだよって言われてるのは現状この3人になってるんじゃないかなと思います。まあ他のキャラクターも優秀なキャラクターはもちろんいるんだけど、厳選したらこんな感じ。で、俺はそれを差し置いて、入手したいキャラクターがいる。あと232棒ちょっと足りないよ。はい、購入いたしました。でこちらの、方を使いまして、私がいただきますは、最近ねボーマンの評価がすごい高い。はい、交換します。まずはボーマン、このキャラクターね、すげえ評価高いんだよ。まず お声を聞かせていただこうかな。よろしくお願いします。
アイル君の大切な大切なお友達ボーマンだ。よろしくな。アイル君の大切な大切なお友達ボーマンだ。よろしくな。こちらのボーマンなんだけど、闇属性のキャラクターでめちゃくちゃ評価が高い今。特に短期的な、性能だったらもうプレデター抜いたかな。もうあのワンターン討伐系統だったらもう大体ボーマン入ってる今ね。めっちゃ評価高いんだよ。サポートアビリティで、アビリティを使用できないが、条件を満たすことで自動発動しますと。攻撃アップ確定 TA 火ダメカウンター1回、火ダメカウンター1回でなんかアビリティが自動発動して TA 確定で、なんかカウンター持っててっていう、まあいろいろなんか一人の、攻撃のみのパワーがすごい高いキャラクターになってるから、まあ、ボーマン結構評価高い印象だね。こちら欲しかったので、ちょっとサプチケで取りました。ただまあサプチケなんだけど、まあ無料10連が今あるじゃないですか。無料最大200連があるじゃないですか。そこで出る可能性があるんで、ちょっと字幕で序盤に注釈入れとこう。まあそこら辺考えたら、まあ後回し、ギリギリサプチケの期間ギリギリで回した方が一応おすすめではあるっていうような感じかな。購入可能期間は、12月22日から12月31日っていう風になってるんで、まあギリギリの人は、こちらの方使ってギリギリで回した方がお得です。12月31日なので、おそらくなんかキャラクターピックアップとか、なんかそういったなんかフェス中、なんかレジェフェスそのあたりのフェス適用の状態で、最大200連とか回せると思うんで、まあ後でサプチケは使った方がいいね。ここは注意点だな。はい、ということで、まあ非属性のおすすめで言うとアテナ、ゼタ、アンスリアで、まあ俺が取りたかったのは最近すごい評価が高いなって思ってたボーマンでした。はい、まあ入手期間、購入可能期間ギリギリ、無料10連があるんでね、購入可能期間ギリギリで回した方が基本的にお得だよというところは言っておきたいなと思います。そんな感じで、ミザのサプチケでした。参考になれば幸いでございます。またお会いしましょう。じゃねん、バイバイ。